充実で雑魚な自分を変えたい。覚えるべき技術を勉強して、毎日成長して自分を誇りに思いたい。でもそう思ってるけど、ついつい練習をサボって自己嫌悪に陥ってしまう。お前だけじゃないよ。お前だけと思ってるかもしれないけど、お前だけじゃない。SNS を見ると、うまくいってる奴らがいっぱい出てくる。強い選手、有名な選手を見てると、 毎日成長していて、毎日努力して、綺麗な技をかけていて、もう完璧のように見える。でそういう彼らと成長できない自分を比べて、自己嫌悪に陥って、もうすべて投げ出したいと思ってしまう。お前だけじゃない SNS で出てくる彼らは、もう上位のもう1%。本当に何千人に一人とか、そういうレベルの人たち。だけど、 彼らの裏の努力をあなたは知らない。じゃん彼らも初めはレベル1だ。ったよあなたと一緒。あなたと同じ。しかも彼らは、すでに完璧に近いんだけど、完璧な部分しか SNS では見せていない。自分のだらしないところとか、自分のミスしているところは見せていない。だから、完璧に近い彼らが、完璧な部分しか見せないと。それは完璧に見えるよ。 でもそんなことないよ。彼らだって何回も失敗してるし、何回も堕落してる。こんな風に偉そうに喋ってる。俺だってそう。全日本4連覇したり、ヨーロピアン優勝したり、世界大会3位になったり、それなりの成績を残してる俺だけど、俺だってそうだ。携帯を何時間も何時間も見て、オナニのおかずを探して、何時間も見て、時間を潰して、自己嫌悪に、 落ちることだってある。覚えるべき技を覚えるために、教則動画を買ったのに、教則動画を見ずに、だら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 、ゴロ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 ゲームをしたり、YouTube を見たりして、時間を潰してしまうこともある。俺だってそうだよ。みんな同じだよ。でも、それも道の一部だと思う。俺は何回も堕落してきた。でも戻ってきたよ。成長するために。 上達するために、交代は成長の一部、道のりの一部。道を踏み外しても、また、道に戻ればいい。そうやってみんな、ちょっとずつ成長してんだよ。交代もそうだけど、失敗することも悪いことじゃない。何もしないより失敗する方がいい。三角締めをかけようとして、三角締めがかけれなかった。失敗した。 それは悪いことじゃないよ。いいことだよ。失敗したから次こうやろうとか、次はああしようとか、思えるんじゃ交代は前進するために必要なステップだと思う。いっぱい失敗していい。むしろ失敗するほどいいよ。いっぱい失敗して、修正して。それは技じゃなくてもそうだよ。生活習慣も。 今日教則動画を見ようと思ったけど、見れなかった。そう思うのはいいよ。次また見れるように頑張ればいいじゃん。そうやって自分を変えていって、ちょっとずつ良くなって、あ、良くなったと思ったらまた失敗する。でもそこで落ち込まなくていいよ。それはまた成長の一部だから。前に進むために必要なステップだから。失敗も後退も受け入れて、 前に進む。それしかないんだよ。お前が SNS で見てるのは不自然な道のり。だってそんなみんな右肩上がりに成長するわけないじゃん。でも SNS 見てたらそういうふうに思うじゃん。完璧な人たちが毎日努力して、毎日上達して、毎日完璧な生活をしてるように見えるじゃん。でもそんなことないよ。彼らは見せられない。自分が失敗した後。 今日はすごいボコボコにされたとか、遅刻したとか、言えないじゃん。彼らは完璧な姿しか見せれない。弱みを見せたら、つけ込まれるかもしれないから。選手として、イメージ作りが大事だから。それは不自然な道のりなんだよ。彼らも裏では、たくさん失敗してるし、交代したり、自己嫌悪に陥る日々だってある。お前と同じなんだよ。毎日練習して、課題を持って、上達していく。 これは厳しい道のり。決して簡単な道のりじゃない。特に今の時代はそう。別に上達しなくたって生きていけるじゃん。だらだら過ごして、ジャンクフードいっぱい食べて、そうしてもそれなりに楽しく生きられる。でもお前はどうしたいの上達したいって思ってるんでしょだったら厳しい道を行こうよ。厳しいから、 交代することは当たり前。失敗したり、道を踏み外すことも当たり前。でも、戻ればいい。戻って、前に進めば、絶対上達する。Google マップで、目的地を設定して、道に迷うこともある。寄り道しちゃうこともある。でも目、目的地があれば、絶対前に進むし、その目的地には、自分の理想には、近づいていけるんで、そうすることで、 前は30秒ぐらいしかガードで止めれなかったけど、1分ぐらいガードに止めれるようになったりと前はパスガード1回もできなかったけど、5分のスパーリングの中で1回ずつでガードできるようになったと。そういう些細な成長よ。でも小さな小さな成長を積み重ねていくと、きっとお前は将来的にすごい伸びてる。何度も言ってるけど、俺も道を踏み外してる。こんなに偉そうに喋ってるのに。 しょうもないことに時間使って最悪な気分になることもある。でも、いつも俺は戻ってきてる。術を上手くなるっていう。この道に戻ってきてる。だから俺は強くなれてるんだ。14年間、何度も踏み外しても、何度も戻ってきて、前を向いて、やろうって、世界一目指そうって、あいつに勝とうって、術もっと上手くなりたいって、そういう気持ちで、 進んでるから、目的があるから、今こうやって強くなれてるんだよ。苦難、いっぱいあるけど、それはお前をさらに強くするための道のりだと思って、捉えてほしい。